おはようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。ちょっと今何かが喉を詰まった。あ、お茶の水面に母ちゃんの顔が。あそれではお茶いただきます。はい、どうぞ。 Google 今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温18度、最低気温13度で曇り一時雨でしょう。現在気温13度、晴れです。やっぱ曇りとか雨は暖かいよね。そうやね、うん、暖かかった。今ダウン着てなんか外のゴミとかやってたらめっちゃ暑くて、あ、しまったと思って13度だもんな。そうなの。はい、今日も母ちゃんの味噌汁、めっちゃ卵でかいなこれそしてネギが凍ってる。そう、ラーメンだってね、日持ちするで。みんなわかりますよね、主婦の皆さんえ、あんだけ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。なんか好きって知ってるけどごめんなさい。はい、いただきます食感変わるんだよね。ごめんね、本当にあるよねはい、本日もメインはウインナーでございます。今日は5本か。それではいただきます。はい、今日はこれからね、午後1半日、講習を受けてきます。はい、本日のお仕事終わりました。今日はね、母ちゃんが爪の、ネイルを直しに行ってるので、子供たちと3人で晩ご飯を食べに行きたいと思います。さあ何でしょう。さあ何でしょうね。はい、今日はブロンコビリーで晩ご飯いただきます。久しぶりに来たけど、こんなに塩の種類あるんだな。これガーリックソルト、ピンクソルトで、これはレインボーペッパー。レインボーペッパーってなんだ。はい、とりあえずサラダバーでシーザーサラダ取ってきました。取ってきたっていうか作ったかな、うん、はい、セットのコーンスープ、美味しそうだね。美味しい、うん、美味しそうだね。おーい、中華ハンバーガーの概念の好みでお召し上がりください。はい、はい、もう食べれるよ。はい、僕が頼んだミックスグリルと原骨ハンバーグのセットになります。それではいただきます。いただきます。はい、それではいただきます。はい、今日それ目をつけてない。あ、あ、美味しかったね。それじゃあ帰ろうか、うん、よし。はい、皆さんこんばんは。やっとね、さっきね、子供と一緒にねフォートナイト実況やってたんですけど、その後ね、まあお風呂も終わった後に実況やってたので、まあ今寝かしつけを終わって、今日ねハンバーグ食べたんですけど、ちょっとね夜食で、前回ね、前回って言っても随分前にやるんだけど、入れて混ぜるだけっていうね、ラーメンシリーズ一回やった、シリーズになってないな、一回だからね、ラーメンを一回作ったんですけど、まあ、その中でねリクエストもちょっとあったので、今回はね塩ラーメンを作ってみたいと思います。で、まずはベースはこのね、顆粒の、あ、このね顆粒の鶏ガラスープ、そしてね塩だしね、で、あとは、ごま油。そして、塩ですね。ちょっとこだわって岩塩を今日はね、使ってみたいと思います。それでは早速、混ぜてみましょうね。はい、じゃあね、まずは、これね、鶏ガラのスープね、さっき見したね。これを、小さじ1杯。はい、ちょっと多いかな。もうこのもんか。鶏ガラスープね、小さじ1杯入れました。次がこの岩塩ですね。岩塩も、小さじ1本。あ、しまった。鶏ガラスープ。大さじだった。間違えたね。
大さじ1って小さじ何杯分？多分小さじ2杯分が大さじ1になるんで、すいません間違えたんで、鶏ガラスープもう一杯小さじで入れときます。頼むかな。そして次からは液体もんになりますね。この次が、白だしが大さじ1、これね、今度は間違えないようにね、大さじの方で、はい、大さじ1杯入れました。で、ごま油を大さじ2分の1って、これ小さじ残っちゃねえのね、このごま油2分の1っていうのがよくわかんないから、もう小さじでいっちゃいますね。はい、こんなもん。これでね、すべての、具材が混ざりました。ここにね、あとは 400cc のお湯を入れていきます。はい、そしてね、スープを作る、まあ今これでほとんど完成してるんですけど、ここにあとお湯足すだけなんでね。で、その前にこの中華麺を茹でていきたいと思います。これね、アミカで買ってきて、5食入りで、何分やるんだ、あ、茹で時間3分ですね。それでは茹でていきたいと思います。はい、それではね、麺を入れていきたいと思います。 OK Google、 3分タイマー、3分ですね、スタート。ほい、はい、それではね、この 400cc 測ったお湯を、このさっきのね、スープの元の中に全部入れたいと思います。って結構多いね。はい、完成しました。全くね、ちょっと具材をね、今家探してみたらね、ネタが何もなくて、とりあえずスープと麺だけで、完成しました。塩ラーメンね、本当に入れて混ぜるだけで、お湯で溶くだけのラーメンです。製作費どうだろう、5玉で300円ぐらいだったんで、1個60円ぐらいの、中華麺を買ってきただけですね。あと家にある具材だけで、あ、そうだ、せめてこのね、いりごまでもかけましょうかね、香り付けにね。ほんと何もなんかラーメンに入れるような具材がなかったので、せめてごまぐらい入れておきましょう。まあ塩ラーメンなんでね、ごまで十分風味が出ると思います。それじゃあ伸びる前にいただきたいと思います。はい、いただきます。うん、めっちゃうまい。はい、食べ進めてきてね、思ったんですけど、ちょっと分量多いね、これ。400cc、まあ、この丼のせいもあるかもしれないけど、400cc のお湯が入りきらなかったので、実質 300cc ぐらいのお湯のスープになってるんですね。なので、そうするとね、あの分量で作ると、最初の一口、二口は、味がしっかりしてて美味しいんだけど、食べ進めてくると味が濃くてちょっと苦しくなってくる。なのでもうちょっと分量少なめで、何減らすかな。でも出汁、白出汁が多分きついのかな。結構味濃いからね、白出汁って。あれを半分の量で、小さじ1杯、5ミリリットル
ぐらいでいいかもしれないですね。それじゃあ今日はこんなところで夜食を食べて終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。